こんにちは。スペースナビ希望ナビゲーターの宇佐美奈穂です。今回から私が皆さんの案内役になりました。宇宙のことをもっと身近に感じてもらい、日本の有人宇宙活動について皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、地上およそ 400km 上空に浮かぶ国際宇宙ステーションでは、若田光一宇宙飛行士の長期滞在ミッションが続いており、さまざまな活動が行われています。では今月のニュースフラッシュです。アニソチューブル実験の第2シリーズが開始されました。この実験では希望船内で白いヌナズナという植物を育てます。地上では重力に逆らって上へと伸びる茎が、微小重力環境ではどう成長するのかを観察し、植物がどのように重力に耐える体を作るのかを明らかにします。1月10日アメリカのシグナス補給船の運用1号機が打ち上げられました。1月12日国際宇宙ステーションに到着。若田宇宙飛行士はロボットアームを操作して機体をドッキングポートに取り付ける作業を担当しました。またシグナス補給船のランデブーには、宇宙ステーション補給機コウノトリと同じ通信システムプロックスが採用されており、筑波宇宙センターからフライトの支援が行われました。希望日本実験棟や国際宇宙ステーションでの取り組みをご紹介する希望コンシェルジュのコーナーです。まずこちらをご覧ください。古川聡宇宙飛行士が国際宇宙ステーションでの長期滞在ミッションを終えて、ソユーズ宇宙船で地上に帰還した時の様子です。カプセルを出た後、人の手を借りて支えられています。長い間宇宙で生活していた宇宙飛行士は、体がまだ地上の重力に慣れておらず、怪我などをしないようにするためです。重力のほとんどない国際宇宙ステーションで長期間滞在するということが、人間の体にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。今回のテーマは、宇宙での体の変化です。宇宙開発の黎明期、人々の最大の関心は、人間が宇宙で存在できるのかということでした。しかし1961年ソビエトのユーリ・ガガーリンが人類初の宇宙飛行を行い、地球周回軌道を一周したことで、ある程度は宇宙空間でも人間は生きていけることが証明されました。それ以来およそ50年の間に500人以上が宇宙飛行を経験し、人体に関するデータも多く蓄積されてきました。宇宙飛行士たちの健康に影響する要素は大きく分けて4つあります。まずは微小重力。常に重力が働く地上で暮らしている人間が、重力のほとんどない空間に行くのですから、人体にはさまざまな影響が現れます。次に宇宙放射線。宇宙空間は大気に守られている地上とは違い、太陽から発せられる宇宙放射線が直接降り注いでいます。地上にいる人が1年間に受ける放射線の量を、宇宙飛行士は 2,3 日ほどで受けてしまいます。3つ目は体内リズム。国際宇宙ステーションは90分で地球を一周しています。そのため45分おきに昼と夜が入れ替わるので、地上とは1日のリズムが大きく異なります。そして閉鎖空間であること。国際宇宙ステーションでの長期滞在は、いわば数ヶ月の間、一つの建物から出られない状況であり、
宇宙飛行士にかかるストレスは相当なものなのです。この4つの要素に対処することが現在の宇宙医学にとっての大きな役割であり課題となっています。今回は JAXA 宇宙医学生物学研究室の大島博史室長にお話を聞きました。最初の頃はですね、いかに生きて帰ってくるかというようなですね、いわゆるサバイバルの医学というようなことがですね、行われたと。例えばロシアなんかだとすると、本当に1年に滞在の宇宙飛行士飛ぶ前に地上で1年間寝たきりをですね、地上で試して、そういうデータをもとにですね、宇宙に行ったという話を聞いていますね。最初に生じる影響としては、まず体液シフトというのがありますね。治療ですと、立っていると夕方足が腫れるというふうに体液は足の方に溜まっているんですが、無重力の宇宙ではですね、1.5 リッターほど下肢から頭の方に向かって移動、体液が移動するということが行われます。その結果として顔が腫れるムーンフェイス、ムーンフェイスであると頭が腫れぼったい、鼻詰まりがする、やったり足が細くなる、バードレックというような現象が起こるんですね。体液シフトは短期的な変化で、人体は数週間で宇宙に適応します。しかし数ヶ月単位で国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士の体には他にも様々な変化が生じます。その代表的な変化が筋肉の減少です。特に宇宙では重力に対抗して体を支える必要がないため、背筋やふくらはぎの筋肉は地上の寝たきりの人の2倍の速さで減っていきます。国際宇宙ステーションには3種類の運動器具が設置されています。筋肉の減少を抑えるために、宇宙飛行士たちの1日のタイムスケジュールには必ず2時間程度の体力トレーニングが組み込まれています。運動のですね、いかに効果的にやるかということは、適度な刺激をやりつつ、そしてその後で休養と栄養をとって、そして適度な刺激を行うということを行うと、超回復といってですね、その筋力やの筋量の維持向上というのを図られるんですね。他人に勝つため、あるいはオリンピックに出るための運動じゃなくて、ミッションを成功するための、体調を維持するための運動であると。しかし長年の医学データの蓄積によって、他にも顕著に人体から減少しているものが分かってきました。それは骨です。しかも宇宙空間では骨の量が地上の骨粗鬆症の10倍もの速さで減少しているというのです。骨は硬い骨なんですけど、古くなった骨を壊す骨吸収と、それを補おうとして新しい骨ができる骨形成、この2つがうまくバランスをとって健康で折れない骨量を維持しています。でその速さというのは、骨粗鬆ですと年間の変化がだいたい 1-2% あるというようなことですから、1年の変化が1ヶ月で起こると。で宇宙飛行も、あるいは骨粗鬆症、寝たきりも、骨吸収の方が異常に更新し、骨形成がそんなに変わらないということが分かってきたんですね。2009年から2011年にかけて、若田光一宇宙飛行士、野口聡一宇宙飛行士、古川聡宇宙飛行士らが国際宇宙ステーションに長期滞在中、骨粗鬆症の治療薬ビスフォスフォネートを服用し、運動と合わせて骨の量の減少がどのように変わるのかのデータを取得しました。6ヶ月の滞在なので、飛行中毎週薬を1粒飲んでもらうという実験が行われました。で、結果としては予想通りですね、ほとんど減らないで、帰ってきたということで、宇宙飛行には骨量減少リスクというものがあるんですが、うまく食事、運動、そして薬剤を併用すれば予防できるというような知見が得られてきたんですね。
そのリスクを理解して取り組めばですね、宇宙に安全に帰ってきていると、来れるという時代に なりつつあるということを実感していますね。まあ、そういう意味では長期宇宙滞在の人がですね、特に入院して地上の生活に戻れなかったという人は一人もいませんし、あるいは宇宙旅行もですね、もう数年後には実用化するという時代になってきていますが、まあ、それは地道なですね、やっぱり宇宙医学のこれまでの経験をいかに改良するかと、まあ、そういうことの積み重ねがあってできてきたものではないかと思いますね。究極の予防医学といわれる宇宙医学、宇宙飛行士たちが行っている健康管理スキルは地上での私たちの健康維持にも役立つポイントがたくさんあります。そのことを広く社会に広めようとする活動も行われています。それがミッション X です。ミッション X とは健康社会の促進を目指して世界各国の宇宙機関が協力して行っている児童向けのプログラムです。 JAXA も活動に参加しています。毎年1月から3月にかけて世界の子どもたちが同時に取り組むミッション X チャレンジプログラムが開催されます。さまざまなアクティビティを通して子どもたちが健康と科学を学ぶ楽しいイベントです。また今年1月21日には筑波宇宙センターで国際宇宙ステーションに長期滞在中の若田宇宙飛行士との交信イベント宇宙と運動が開催されました。ミッション X に参加した横さんは JAXA のホームページにも詳しい情報が出ていますので、ぜひアクセスしてみてください。ではここでミッション X でも行っている簡単な運動をご紹介しましょう。それではパイロットプランクという腹筋と背筋を使ったトレーニングをしてみましょう。うつ伏せで握り拳を作り、腕や足の指の力で体を床から押し上げます。そして腹筋と背筋に力を入れて頭から足まで板のようにまっすぐ保ちます。この姿勢を30秒以上維持してください。もちろん無理は禁物です。ご自分のペースで行ってください。いかがでしたか？体のコアとなるお腹と背中に力が入ったのが分かりましたか？これなら気軽にお家の中でも実践できるんじゃないでしょうか。宇宙飛行士のように心と体を鍛えれば私たちも健康で楽しい生活がきっと送れるはずです。スペースナビ希望、宇佐美奈穂がお伝えしました。